皆さんこんにちは、1ヶ月ぶりのジェフタマです。さてリーグ戦は先日のセレッソ大阪戦で全試合の3分の2が終わりました。残りの3分の1、みんなで力を合わせましてさらに上へ行けるように頑張っていきましょう。さあ今月も番組一緒に進めてくださるのは広報の志賀さんです。志賀さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあだいぶ最近涼しくなってきましたけれども、はい、選手の皆さんもプレーしやすい時期になってきたんじゃないですか。そうですね、夏はねたくさん試合ありましたからね、うん、これからは過ごしやすい中でキビキビと素早くプレーできていくんじゃないですかね。走って走ってのチームのサッカーが見られるということですね、はいはい、ということでまずは先月の放送以降行われました試合を志賀さんと一緒に振り返っていきましょう。第18節ホーム福田電子アリーナで FC 東京を迎えての試合、この試合阿部選手、坂本選手、羽生選手の3得点ありましたが4対3で敗れました。続いて第19節8月23日ヤマハスタジアムでジュピロ磐田とと戦いました。牧選手が1点入れてるんですが3対1で敗れました。そしてアウェーが続きます。博多の森球技場でアビスパ福岡との試合です。この試合はハース選手、羽生選手、山岸選手の3得点で3対1で勝ちました。そして第21節福ありに戻ってきましたフロンターレを迎えての試合です。この試合のキックオフ前には阿部選手リーグ通算200試合出場、そして牧選手100試合出場の記念の花束が手渡されました。さあ志賀さん、アマル監督就任以降ホームでの狩猟星がまだないだけに、この試合は勝ちたいところだったんですが先制されてしまったんですね。そうですね、アマル監督もちょっと苦い表情ですね。はい、ですがジェフだって追いつこうと必死です。フロンターレゴールに迫ります。20分には阿部選手のミドルシュート、これ入ったと思ったんですけど ね見る角度からするとねすごいいいシュートでしたね。惜しいシュートでした。そして牧選手走り込みましたがちょっと早ければゴールの枠にっていうタイミングでした ね惜しかった。さあそして36分でした。ついに決まりました。決めたのはこの男、ハース選手です。これは羽生選手ですかね。そうですね、ダイレクトプレーからですよね。やっぱりスピードがある中でなかなか選手に対応難しいですよね。ハース選手の右足シュートでした。ディフェンスをものともしない力強い力強いですね、はい。さあそして1対1で迎えた後半、このまま引き分けで終わるのかと思ったんですが86分に入れられてしまいました。あと少し耐え忍べばというところだったんですけど ね2対1で負けてしまい白星はお預けとなってしまいました。さあ続く9月9日今度はエスパルスを迎えての試合です。今度こそホームで白星をといったところですよね、はい、サポーターの皆さんの応援にも熱が入っていました。ですが立ち上がり4分でした。市川選手に決められ先制を許してしまいます。2試合ともミドルシュートに続きましたね。そうですね、最近先制されてしまうことが多いですよね、うん、ですがその直後追いつきました。もうすぐに追いつきましたよね、はい、佐藤優斗選手ね、はい、難しいところからのシュートでしたけどやっぱりシュートを打つっていうことがね相手を脅威ですよね。1分後に楽山選手からのパスを受けて佐藤優斗選手が豪快に決めました。さあこのまま流れでジェフがどん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 こう点を入れてくれるのかと思ったんですけれども ね、うん、後半に1点を加えられそしてさらに71分でした。岡本選手が弾いたところを入れられてしまいました。ちょっと運もないですけどね、弾いたところに、ね、相手選手の目の前でしたからね。そうですね、残念ですね。アマル監督も厳しい表情、まさかのホーム5連敗となりました。
さあそして先日行われました23節大阪でセレッソ大阪との試合です。牧選手、クルプニ選手が点を入れましたが3対2で敗れました。さあ変わってこちらは J リーグ山崎ナビスコカップ準決勝第1戦の様子です。トドロキで行われましたフロンターレとの試合です。さあナビスコ連覇に向けてこの試合、はい、勝っておきたいところですよね。大事な試合ですね。大事な試合です。ですが前半11分にまたも先制を許してしまいましたね。その後もジェフ追いつこうと必死にゴールを狙います。そしてこのシュート坂本選手ですね。狭いところですけど水野選手とのパス交換から生まれたね。そうですね。ムードを断ち切るかのような体調気合の一発ですね、はい、さあそしてその後ハース選手のショートコーナーでしたね。センタリングとね相手もひょっとしたら思ったかもしれないですけど豪快なシュートでしたね。水野選手やりました。力強いシュートで逆転です。キーパーもちょっと取れないんですよね。あのコースに蹴られてしまった難しい角度で決めました。2対1です。このまま終わるかと思ったんですがね。そうですね。本当に間の時間といいますか一瞬空白がありましたけど同点でした。まず第一戦は2対2の引き分けで終わりました。志賀さん、ここまで見ますとホームでまさかの5連敗となってしまいましたね、はい、そうですね。ちょっと早くねアマル監督ホーム初勝利っていうところを望んでね夏戦ってきたんですけど、ね、残念ですね。セレッソ戦も攻めてはいたんですけどね。そうですね。あの内容自体あの非常に上向きになってます。でボールも動いて人も動いてますんであのこの先あの近いうちに、ね、勝利、手に入れられると思います、うん、はい、そうですよね。今週は水曜日にナビスコカップがあって、そうですね、また土曜日にはリーグ戦とホーム2試合続きますからね、はい、まずは準決勝第2戦ね川崎戦でいいプレーしたいですね。そうですよね、はい、サポーターの私たちも気持ちを切り替えて応援していこうというところですよね、はい、お願いします。さあでは今月のバースデー選手です。3年目を迎えたお二人にお話を伺いました。そして CM の後は今月のゲストコーナーです。水野選手、水本選手、お誕生日おめでとうございます。水野選手が9月の6日、はい、水野選手が9月の12日、2人とも21歳そうですね。まず水本選手、髪の毛は一体どうしちゃったんですか、これさっぱりしました。さっぱり、はい、いつですか。エスパ戦の後です。後にこれ どうして、どこでやったんですか。寮ですか。陽田さん家です。陽田さん家でやったんですか。坂本選手からプレゼントとかっていうのはどうなんですか。ちょっと噂を聞いたんです。いやなんか用意してくれるようなことを言ってたんですけどまだもらってないです。まだね。そうですね。今日誕生日ですけど、はい、ご予定は、ご予定はというか、まだ一緒ですけどなんかこう、プレゼントもらったりとかこの後寮で午前中にクラブハウスに行ったら、ミセスのサッカーやってる人に誕生日プレゼントをもらいました。本当ですか。いや、まだ年を取ったといってもまだまだ若いんで生き生きしたプレーをこれからもしていきたいと思います。よろしくお願いします。まあ、21になったんですけども、まあ、今まで通りで特に変わりなく、まあ、プレーの面で少し成長していければいいと思いますけど、まあ、これからも頑張ります。ありがとうございました。練習前にあ、そうなんです。私一緒なんです。今日なんです。私も誕生日。はい。私今日なんです。じゃあコメント。コメント。誕生日コメント。今年ですよね。決意を。あ、決意を。はい、お二人よりはかなり言っておりますが、まあちょっと何歳になるかはこういう秘密で、今年も1年ですね、ジェフを一生懸命応援していきたいと思います。よろしくお願いします。これ嫌ですね。